iPhone5 発表になりましたね。私 iPhone の4機種変更できるチャンスもう少し待てばありそうですね。あと4ヶ月ぐらいで縛りがなくなりますので機種変更できるかもしれないです。でも iPhone5 魅力的な部分があまりないんですよね。通常の進化。まあ、それも魅力的ですけどそれだけって感じですね。新たな画期的なことがないですね。まあ、一番最初 iPhone というものが出た時それは衝撃的でしたね。 次に iPhone の 4S、シリが出ましてね、あれも衝撃的でした。精度の高い音声認識、音声認識の概念、覆しました。でも iPhone の5、正常進化なんですよね。まあ、あっと驚新しいものはないですね、まあ。その中で地味なところ、これがユーザーの意見に反する大きな変更っていうところなんですけど、このドックコネクタ、この形がちっちゃくなりますね。今まで30ピン近くあったのが、8ピンになりますね。 iPhone の5から使う人はちっちゃくてすごくいいんですけどもともと iPhone 使ってる人いろいろなアクセサリーが使えなくなりますね電源ケーブル専用に揃えないといけないですドックコネクタを利用したスピーカーとか使ってる人当然使えなくなります Apple は変換アダプターを出すから大丈夫と言われてますけどまドックコネクタこの場合はちょっと無理じゃないのかなと思いますね間に何かかませるんですかね音声のアナログ出力 それは新しいコネクタではないですね。だから、アナログ出力に関しては、変換装置だけでは無理なはずですね。アナログ音声出力を使っている機器、それは使えなくなる恐れがありますね。今まで iPhone の 4S までは、ここのドックコネクタのカバーを変えるだけで、大体対応してくれました。でも今までの iPhone から5に変える時、いろいろなものが使えなくなる恐れがありますので、注意した方がいいですね。 まあ悪いところだけ言いましたけど、いいところありますね。ちょっとこれ見た感じなんですけど、新しいドックコネクタ、向き関係ないですね。アップルはリバーシブルって言ってますけど、どっちで差し込んでも使えます。あと、ロック機構が見た感じないですので、もうスムーズに脱着できるのかなと思いますね。最近のアップルのコネクタ、ロックする機構がないんですよね。Mac とかだと、マグネットセーフ、マグセーフでしたっけ そういうい端子ですねマグネットでパチンと貼り付く外す時も引っ張るだけそういう相抜にストレスがない端子を採用してますけど iPhone の 5iPhone の5からはそれに似たようなコンセプトになるのかなと思いますね iPhone の5は本体は正常進化してますけどドックコネクターが変わるその部分が、まあ、いいところでもあり悪いところでもあるそう思いましたね携帯からスマホに変える人 今、携帯持ってて iPhone の5に変える人、まあいいのかなと思いますね。古い iPhone から iPhone5 に変える人、ドックコネクターという意味では注意してください。